辺野古反対派、関西ナマコンを支援していた。本日、ボギー・テドコンさんがツイッターに辺野古反対派の拠点にて、このような、えー、旗を見つけたと、横断幕を見つけたとツイッターにて報告されておりました。さらに辺野古反対派がこのように犯罪集団である関西ナマコに対して支援を要請する署名まで行っていることが確認されました。この 辺野古反対派、さまざまな犯罪行為を連日行っている犯罪集団であり、また関西のアマコンも犯罪集団であり、すでに50名が逮捕されているんですが、こういった犯罪集団同士による連携によって、国民が、日本企業が被害に遭い続けてしまっておりますので、政府には、警察には早急にこういった犯罪集団同士のつながりを断ち切っていただき、 日本国内の治安を抜本的にですね、改善していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。